逆水力装置とは、ジェットエンジンが発生する水力の向きを逆にすることによって、飛行機を減速させるための装置である。スラストリバーサーとも呼ばれる。着陸後初期の高速滑走状態で使用され、滑走距離を短縮するために用いられる。滑走速度低下後は、車輪ブレーキとスポイラーのみによって制動が行われる。機体を減速させるだけの逆水力を得るために、 エンジン出力が増大されるので、設置直後の数秒間だけ、エンジン音が一段と大きくなる。着陸時の減速、制動に使用されることが主な使い方であるが、以下のように例外的な使い方がされることがある。逆噴射を行いながら降下する DC-8 着陸直前にリバーサーを展開する l ル -62、ジェットエンジン内の逆水力装置の節も参照。 一般的なジェット機では、搭載しているジェットエンジンの構造により2種類の方法がある。ノズル部分拡大ターボジェットエンジンや、低バイパス比のターボファンエンジンでは、エンジン後方のノズルに蓋をするような装置があり、これで、機体後方に噴射していた排気ガス全体を、機体斜め前方に反射して制動する。これは、クラムシェル方式、または、バケット方式、ターゲット方式と呼ばれる。 効率は良いが、高温にさらされるのでそれに耐える材料を用いなくてはならない。逆水力装置を展開しているボーイング777。エンジン周りのリング状の隙間からバイパス空気流を前方に噴射する一方、近年の大型旅客機などに採用されている高バイパス比のターボファンエンジンでは、コアエンジンを打っているバイパス空気流の噴射方向を斜め前方へ変更し、 エンジンコアを通過してきた燃焼ガスについてはそのまま機体後方に噴射し続ける。つまり逆噴射とは言うものの一部についてはそのまま前方への推進力として残っている。例としてバイパス費用のエンジンでは80%が機体前方へと噴射され20%が前方への推力として残り、 差し引かれた60%の推進力で制動を行っているということになる。これら多くの装置では、離陸水力に対して、最大40から50%程度の逆水力が発生できる。こちらは、カスケード方式、もしくはコールドストリーム方式と呼ばれる。高温にさらされないので、アルミニウム合金などでも耐えられ、軽量化が可能となる。逆水力の操作は、 操縦席のスラストレバーによって行われる。多くの操縦環境では、主スラストレバーに付随して、逆水力レバーが取り付けられており、逆水力レバーは、主スラストレバーが、アイドル位置、つまり、水力最小状態にある時のみ逆水力位置へ入れられ、純水力位置へ戻すことができる。逆水進レバーが逆水力位置に入れられることで、装置は、空気圧、油圧、 エンジン回転力を利用して逆水力状態へと移行する。逆水力の強度はシュスラストレバーの操作によってリバースアイドルからフルリバースまで無段階で調整できる。商用の大型ジェット機で採用されるジェットエンジンはターボファンによる勾配パス化が進んでおり、エンジン水力の大部分は体型のファンによって生み出されている。このためこういったエンジンでは逆水力は ファンリバーサのみで発生させタービンリバーサは備えていない。近年の燃料価格高騰により燃料を消費する逆水力装置の使用は控えられる傾向にある。なお、航空機のスペックに表記される着陸時の停止制度距離は逆水力装置を用いない状態でのものである。航空会社によってはその運用許容基準で逆水力装置が 故障状態でも運行を許容しているところもある。c 1 3 0 h c キュリーズのプロペラの可変ピッチ構造プロペラ機にもジェット機と同様の装置があるが、仕組みが異なる。プロペラ機では、船の可変ピッチスクリューと同じように、プロペラの角度を変えて、それまで後方に押し合っていた空気を前方に押し出す、ことで制動を行っている。ABCDEF 松尾加造2丁。 新航空工学講座8ジェットエンジン日本航空技術協会 ISBN4 から93万858から48から8ありがとうございます。